そうですね、やっぱり初めてのやっぱルールなので、なんか恐怖よりもこう楽しみの方がなんか大きいですね。なんかもう想像もつかないんで、全ての格闘技とか武道に対して平等なルールだっていうのがちょっと、はい、やっぱり引っかかりますね、はい、ジャッキー・チェンですもう世代なんで、はい、もうジャッキー・チェンに憧れて、もう本当もうこんな風になりたいじゃなくて、もうジャッキー・チェンになりたいという思いです。まあちょっとこう続けてないんですけども、最初にジャッキーをこれはすごいと思ったのは、やっぱりプロジェクト A なんですけど、実際にもうこれは動き出さなきゃダメだ、いや始めなきゃダメだって思わせてくれたのがスパルタン X です。朝起きてユンピョウと2人でトレーニングして、でなんかワゴンに乗って仕事に行くみたいな、で2人ともめちゃくちゃ強くて、で1人すごい綺麗な女の子が出会ってとか、もう全部憧れましたね、はい、ああいう暮らしがしてみたいと思います最初長剣っていう武術を習いまして、まあ中国の北の方の武術ですね、まあ、いわゆる一般的なもうポピュラーなメイクでやってるとか、そうですね、まあ、分かりやすく言うとジェットリーがやってたような伸び伸びとした動作、動きが大きくて飛び技アクロバット的なこう飛び蹴りがあったりとか、その後南拳っていう、南拳はどっちかというと手技重心でこう力強い手技がある武術ですね。それはどっちかというとジャッキー・チェンが表現しているような武術ですね、はい、トロ拳はカマキリの拳法ですね。カマキリの動作を取り入れた武術ですね。中国、まあ、山東省の方で始まったらしいんですけども、はい、例えば上下のコンビネーションであったりとか、まあ、結構まあ試合とかじゃ多分使えないでしょうけど、すごいなんか陰険な陰湿な技が多いですねもうなんかこう目をついたりとか、まあまあそんなところですね。目をつきながら金敵を蹴ったりとか、そのピュアなままでは使えないんですけども、やっぱり身体操作であるとかそういったことを利用すれば、はい、十分可能だと思います。やはり競技はそうですね、もうアマチュアは特にそうなんですけど、まあ、試合が短い、時間が短いので、やっぱりもうこのスタミナ勝負になってくるので、駆け引きやってる間もなく終わっちゃうので、はい、その辺はやっぱ違いますね。まあ中国武術にも雷体っていう落ちたら負けっていうような天下一武道会みたいなルールがあって、それに結構似たような、リングでもないしオクタゴンでもないし、で割と広い中でやるので、この環境を利用した中国武術らしい戦い方っていうのもちょっと視野に入れて、はい、自分の中の武術の価値観ですけども、よく表演武術は実践じゃないからダメだとか、あれは映画のためのものだとか言う人もいるんですけど、僕はもうそれもうひっくるめて武術だと思ってるんで、はい、なので本当自分の勝手な理想なんですけど、僕はジャッキー・チェンに憧れてあんな風に強くなりたいとか、そんな風に思って武術を始めたんですけど、でも大人になっていくにつれてだんだん分かってくるじゃないですか。ジャッキー・チェンはあれは映画の中のもので、実際に格闘技をしあってもそんなに強くないだろうとか、 なんか現実に受け止めなきゃいけない現実が来るじゃないですか。でも僕は今でもジャッキー・チェンみたいになりたいと思ってるんです。それはどういうジャッキー・チェンかっていうと、自分が子供の頃に憧れたジャッキー・チェンになりたいと思ってるんです。強くて俳優、お芝居もできて面白くて、で女の子にモテてお金持ちでいい車乗ってって、うん、そういう自分が憧れたジャッキー・チェンに今も憧れてますでそんな風に中国武術を通してなりたいと思ってます。巌流島、出るからにはですね、カンフーの技をたくさん見せて、その上で、
価値、そしてまた中国武術の素晴らしさをなんか広めたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。